睦美さんは約束してくれたですよ。怒らないしぶたないって。嘘つきです。やっぱりニーナのこと。なんで笑うの？泣いちゃダメなの？睦美さん、言ってることめちゃくちゃです。泣きたい時は泣けって言ったのに。でしょうか。
夏美さん。意味ないですよね。何を考えていたですか、睦美さんは。その時寂しいですよね、一人は。
思った。楽に、ですか。それが楽になるってことなんですか。ですよね。寝ちゃったですか。すいちゃったですか。外はどうでしたか。むつみさんはどうしたですか。あるです。どうしたんですか？無敵ですか。
むつみさん。はい。むつみさん、ニーナは？でも、どうしたらいいか。そんなこと言われても。ずるいです。むつみさんってずるいですよ。何でも分かってて、そんな、みんな、もうどうしたらいいか分からないのに、むつみさんは分かってて。抱きしめるなんてずるいですよ。でも、やっぱりずるい。ごめんなさい。ニーナ、嫌われたくなかった。自分が汚くて、邪魔な存在で。ごめんなさいです。ごめんなさい。
ありがとう、夏美さん。ありがとう。ありがとうです。これからどうしたらいいですかね。そうですね。その前に、ニーナ、ここでやっておきたいことがあるです。はい、協力してくれたむつみさんには本当に申し訳ないのですが、ニーナの背中のものをクジラさんに返そうかなと思うです。ニーナの空への憧れは自由への憧れだったです。いじめられたり、病院で嫌なことがあったり、逃げ出したいとき、つまり束縛や圧迫から解放されたいときに特に強く出たです。もうニーナ、お空へ逃げなくても良いですから。お空にむつみさんはいないですから。ですね、本当にそうです。ニーナ、決心がついたです。はい、あの女の子に会えば何とかしてくれると思うのですよね。はいです。ここで気づいた時にお話ししました。なぜだかいらっしゃったので。でもどこにいるんでしょう。飛べないよ。ああ、後ろの正面に立っていたです。ようこそクジラへ。そしてさようならね。そうなの？違うよ。ここは誰の家でもないよ。
ここはクジラだよ。果てなる境界、空と海と夢とうつつと希望と絶望と、クジラのかけら私にくれるの？いや、はいです。もらってくれるですか？ただニーナ、また手術とかはちょっと嫌ですが。手術？あ、もちろん必要であれば頑張りますです。くれるの？クジラのかけら。はいです。もうニーナには必要ないものですから。ありがとう。